いよう、サエバダリの中の生き物だ。こんちは。映画、エイリアン・ロムルスの紹介動画でこの姿をお見せしたら、サエバダリの正体がエイリアンだなんて知らなかったよ、このハゲというコメントをいただきました。いや、確かに俺様はハゲてるかもしれないが、俺たちの種族はこれが普通だから。そんなに怒るなよ、クソ地球人。おっと、言い過ぎた。聞かなかったことにしてくれ。それじゃあ、ショート動画でお見せしていたトイガンネタをやるか。もともと、俺様が担当したトイガンじゃないんだけどな。特殊部隊みたいなやつが担当していたこいつだ。ナーフ系ライブシェルショットガンのベネリ M4 ラプターグリップだな。タクティカルでかっこいい。BB 弾仕様化したので、ご覧のようにダットサイトを載せているが。まず、この個体の問題点なんだが、レオナオさんにご指摘いただいて気づいたんだが、このフロントサイト、曲がって取り付けられてるんですよ。真正面から見るとわかるんだけど、皆さんの方から見ると右に傾いているのがわかるかな。フロントサイトが真上じゃなくて、こっち側に倒れているんですよ。この個体だけの問題なのか、この製品全般の問題なのかはわかりませんが、曲がっている場合は、フロントサイトを一旦取り外して、まっすぐにして貼り付けてしまえばいいんですけど、このアンダーチューブを取り外せば、ここの下からフロントサイトの固定ネジにアクセスできるんですよ。ここから長めのドライバーを差し込めば、フロントサイトは取り外せるんです。しかし、この個体に限っては、BB 弾仕様化してしまっていて、しかも中のインナーバレルを引き出せなくなっているんですよね。だからフロントサイトを固定しているネジにアクセスできないため、もう直せないんです。だから、今さらフロントサイトを見やすく加工してもサイティングには意味がないんですけど、これを入手したので加工だけやってみましょう。小さめのケミカルライトです。これをフロントサイトに取り付けてみようと思います。フロントサイトは車種側から見れば左に傾いているので、右寄りに取り付ければいいのですが、ずれた位置に穴を開けるのも見栄えが悪いので、今回はフロントサイトの真ん中に取り付けることにします。この個体についてはダットサイト仕様が前提になるので、今回の加工はあくまで一般向けです。それじゃあ、ご覧ください。加工といっても簡単でして、フロントサイトにケミカルライトをさせる穴を開けるだけです。このケミカルライトはAmazonで購入したのですが、サイズを測ってみます。一応長さ20ミリのものを注文したのですが、実測は 19.1 ミリでした。測るときに少し傾いたのかもしれませんが、次は太さを測ってみます。太さは2ミリちょうどですね。フロントサイトに穴を開けるとしたら、2ミリか2ミリより気持ち大きめの穴を開ければいいでしょう。そのフロントサイトですが、こういった光物を取り付けるのなら本来はここの部分なんでしょうけれど、ここには2ミリの穴を開けられる幅がないので、下のこのあたりの真ん中に穴を開けてみようと思います。いきなり2ミリの穴を開けてずれるとかっこ悪いので、細めの径のピンバイスを使って徐々に開けていきます。これは1ミリだったかな?まずこれで穴を開けていったのですが、次に2ミリのピンバイスを使ったら、ドリル径が 1.9 ミリしかなく、手持ちのピンバイスの次に大きなやつが 2.4 ミリだったんですよね。1.9 ミリの穴ではケミカルライトをさせなかったので、結局 2.4 ミリの穴を開けてしまいました。これが直径 2.4 ミリの穴です。直径2ミリのケミカルライトをそのまま刺すとゆるゆるです。ケミカルライトですが、釣り具用として販売されているものです。一袋200円くらいで2本入っています。オレンジ色のゴムパーツは使いません。もう一度直径を測ってみましょう。やっぱり2ミリ。穴開けに使ったピンバイスの刃の直径は 2.4 ミリです。0.4 ミリも差があるとかなりゆるゆるなんですよ。入れてみましょう。スルンと抜けます。
ゆるゆるです。ケミカルライトにテープを巻いて毛を太くします。このくらいで十分でしょう。刺す方に半分くらい巻いてみます。こんなもんかな。ケミカルライトなのでポキンと折ります。中の液体が混ざって発光します。約8時間発光しますが、明るく光るのは3、4時間程度です。テープを巻いた方を差し込みます。辛い位置になるまで奥まで差し込めますが、ちょっと手前に残してみます。こんな感じです。開けた穴の下側は実は丸見えです。これを車種側から見てみると、こんな風に見えます。暗くします。ちょっと明るくします。これでいつもの特設シューティングレンジに持ち込んでみましょう。リアサイトをつけてあります。ダットサイトは外したので、リアサイト越しのサイトピクチャーを見てみましょう。ちょっと見えづらいのでカメラの倍率を上げます。フロントサイトの発光部分は直径2ミリしかありませんが、光っているので判別しやすいです。特に狙った先が黒い場合は黒いフロントサイトが見えなくなるので光っているのはありがたいです。まあ、フロントサイトが見えれば以前にあったキラキラシールを貼るだけでもいいのですが、これのメリットは、周囲が暗い場合でもサイト自体が発光するので見えることですね。ケミライトの発光が落ちてきてしまった場合はケミライト自体が乳白色なので、周りが明るければ目安にはなると思います。いかがでしたか？まあまあだね。実はさ、この撮影のついでに、このマスクのメンテ動画の追加の撮影も頼まれているんですよ。エイリアン使いが荒いよねー。それと、こいつのレビューもやってみないかって話も来てるんだけど、以前にジョゼフィーヌとやらがちょっと振り回していたやつ。電光剣。絵の一番下に触れるとスイッチオン。これだけ。サウンドや振動ギミックは一切なし。ただ光るだけ。スイッチに触れると、消える。ちょっと周りが明るくてわかりづらいかな。撮影用のライトだけ消しました。鞘から出します。見た目はかっこいいよね。せめてサウンド機能があったらなぁ。コスプレ用のアイテムらしいけど、ライトセーバー系のおもちゃに慣れていると音がしないのは寂しいなぁ。起動音とかハウリング音がしてくれたらいいのにねー。やっぱレビューは無理だな。はい、いかがだったでしょうか。こいつに関しては、ダットサイトを使わないで、アイアンサイト系で使用するならフロントサイトを見えやすくするのは必須かなぁ。そういった意味でケミカルライトを使って発光させるってのはお手軽だし、自分で光ってくれるから、かなりサイティングはしやすくなると思う。ああ、これじゃ見えないか。背景が黒いとこんな感じでよく見える。いいよねー。ただ、この個体に関しては BB 弾使用化しちゃったから。この曲がった状態のアイアンサイトでは全然当たらないのでダットサイトが必須。でもノーマルのままなら、リアサイト増設とフロントサイトを加工することで、狙いやすくなることは間違いない。それじゃあ、今回はここまでだ。次回こそ、サイバーダインバンク本店で会おう。